では早速見ていきましょう。いい戦いになります。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。飛びを通してチャンスになる。お互いに被弾は少ない状況。さあ一気に壁際に連れ込んだ。恥は嫌だという気持ちが両者に見受けられる。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。体力差はあるがゲージ運用次第ではまだわからない。体力差はある。さあパリーも見せながらプレッシャーをかけながら中足を見せて KO。 プレイヤー2ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はドッツァ、ここはドライブ勝利。危険な距離での殴り合いが続く。攻めのドライブラッシュ。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。ここで位置が入れ替わる。パリー、さあ空中から奇襲をかける。プレイヤー2、ゲージ管理が難しい。おっと飛びを逆手に取って反撃していく。さあ大きなコンボになった。ここから、ここで叫ぶ。コンボダメージはしっかり足りている。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。上を見ていたか。迎撃成功の形。で投げが決まった。ドライブラッシュから捕まえて投げ、ドライブラッシュで勝負をかける。なんとか中央へ押し返す。前に出て、あまりにもきつい。だからこそチャンスはある。顔について打ち上げて打ち抜く。全てをぶつけていく。投げるには間合いが足りない。うまく投げが通った。ここは投げ。プレイヤー2、一進一退の攻防の中にドラマがあった。お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。位置入れ替え、今度はこっちのターンか。さあラウンドはまだ序盤、まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。大きく間合いを取って、ここからターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。ドライブラッシュを使って早い展開にするか。奇襲のドライブラッシュ、意識の外でチャージ成功。カウンターが入る。ここから試合は終盤戦。体力もゲージも見えていた。素晴らしい状況判断。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。飛んでいる。攻めのドライブラッシュ。気づけば壁がすぐ。このドライブインパクトはガードさせて OK。 さあここからあるぞ。ゲージを使う判断どうなるか。レベル3選択、ゲージを大胆に使っていく。どうした
待て。打ち込んでいった。ここでスタンしてしまった。スーパーアーツが溜まっている。素晴らしいコンボ選択。冷静に状況判断できていた。プレイヤー2見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。コンボを叩き込む。プレイヤー2まずは体力をリード。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。飛び道具でペースダウンを図るか。意識の外でチャージ成功。酔いレベルが4の今、縛るものは何もない状況。どちらが先に手を出すか、お互い腹の探り合い。さあお互い SA ゲージは少なめ。先に貯めてアドバンテージを握ることができるか。自らも飛んで空中迎撃した。プレイヤー2ドライブゲージはやや少なめ。ここは大事に使いたいところか。 TC を使ったコンボルート。ここで一気に壁までもつれ込んだ。位置が入れ替わる。攻守が逆転する。大きく距離を離して一息つくか。飛んでいる。さあ攻めのドラッグしっかり倒しきれる。コンボ選択。プレイヤー1先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。ターゲットコンボを叩き込む。両者何を狙ってどう動くか。さあドライブラッシュで前に出る。上から来た。受け止めながら。プレイヤー1壁のプレッシャーを使えるか。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。さあここからは差し合いの領域となる。ここは中足を一つ。攻めのドライブラッシュ。水尻尾で打ち抜く。ドライブラッシュで勝負をかける。きっちり落としてうまく投げが通った。共にジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。ここでゲージを使っていく。倒しきり見えている。フィニッシュ。もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。さあこれは痛いぞ。ブリッター当てない。ここでドライブ超球体。縄による揺さぶり。バーンと意図していたか。どちらも譲る気は全くなしか。ここでフィニッシュ。プレイヤー2さすがの立ち回り。両者この一戦に何をかけるか。いってみましょう。いい戦いになりそうだ。さあ開幕。両者はどう動くか。プレイヤー1先に体力リードしていく。アリアナを探しているか。両者場合は十分。ここからどう立て直すか。どちらが仕掛ける。ジャンプ攻撃はしっかりガード。プレイヤー1相手を壁に押し付ける。壁から逃さないことを優先。徹底している。ここはガードでしのぐ。溶かしてからの。プレイヤー2残り体力はわずか。しかしドライブゲージをうまく使えば逆転は可能。さあ壁に押し付けて
団に持ち込んだ形。プレイヤー1、ドライブできない苦しい時間、ここは崩しきった。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。やる気満々の開幕。たま気づけば軽出す。アムネジャドライブラッシュで前に出る。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。トリグラフが突き刺さる。ここからはドライブゲージの運用が重要になる。一息つけるか。ジージーとした回せ。先に仕掛けるのと攻めのドライブラッシュ。さあここか。ここで投げれない。運んできた。ラブシュカ、これは通らないか。ここでバウンド、試合が動くぞ。トルバラン食うか。一旦距離を置いて様子を見る。 KO！ プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。ドリボングで締める。プレイヤー1、若干体力リード。待ち構えるか。さあ相打ちが起こって、ドライブラッシュを使って早い展開にするか。さあなんとか中央へ押し返した。ジャンプ攻撃を引っ掛ける。ここは投げを見せてガードを崩す。さあここでドライブラッシュ飛んでいる。さあ飛び足しっかりジャストで受け止めていく。よく見えている。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。倒しきる。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。中足を見せて。このラウンドが勝負となるか。攻めのドライブラッシュ。プレイヤー2、さあ追い詰めた。球を真空波動拳を打っていく。被弾せずにパーフェクトで KO。 圧倒した。さあ次でファイナルラウンド。両者勝ち筋は見えているか。いきなり仕掛けた。おっと飛びに対してジャストで対応。狙っていた。プレイヤー2、常にドライブゲージに余裕のある展開作りは見事。このリズムを維持したい。移動に使う。前ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。成功している。チャンスになる。さあこれは痛いぞ。さあ10番舞台を整った。破力とともに一気にギアを上げていくか。残るか残るか。ギリ残る。ここからのもう一つ中足戦。ドライブゲージの運用が特に印象的だった一戦。思考スピードは素晴らしい。両者この一戦に行ってみましょう。いい戦いになりそうだ。さあ開幕、両者はどう動くか。飛びをガードして、ここで球によるプレッシャーをかけていく。投げの選択肢を見せていく。きっちり抜けている。投げるにはやや難しいか。
さあ壁を背負わせてもう逃げられないぞといったところ、次はどの引き出しを開けるか。プレイヤー2、ドライブゲージの運用が難しい状況。飛びが刺さる。なんとかして触りに行きたいが、マイドリが絶妙。掴んできた。こかしてからの最後の決め手はドライブゲージとなるか。上からクション。さあ逃げ場はなくなった。どうしかする。でここでバウンド、しっかり倒しきれるコンボ選択。プレイヤー2、流れをつかむ。このまま波に乗り切れるか。ラウンド2ファイト。飛んでいる。投げて、さあドライブを一つ。プレイヤー4の切り返しはケアしていた。プレイヤー1、丁寧に有利を継続している。警戒している。できている。ドライブゲージはゼロに近い。両者どう動く。バウンド、まずいぞ。ここは崩しきった。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。序盤ゲージを使ってきた。上から来た。ここで飛んでいる。どっしりとした両者、固く立ち回っ、この投げは警戒していた。これは茶道面対空。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。スーパーアーツ、ゲージ運用に抜かりなし。全てのゲージを注ぎ込む。ダッシュ惜しみ落としだ。プレイヤー2、ギリギリのドライブ貫き落とす。さあ壁際の攻防が始まる。投げが決まった。プレイヤー2、ドライブラッシュから、最後は投げる。プレイヤー1、意地が垣間見えた。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。さあ支援砲を打って、ここはガードでしのぐ。さあ試合は序盤、どう崩していくか。まだまだ序盤、どこから試合は動き出すのか。ラインを押し戻して画面中央へ。激しいつばぜり合いが続く。飛びは通さない。ターゲットコンボを叩き込む。おかしてからの掴んできた。プレイヤー2、体力状況は厳しいが、ドライブゲージの運用次第ではまだチャンスはある。壁から届いた。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。ここでドライブの飛び道具投げ。さあここからドライブラッシュで前に出る。攻めのドライブラッシュ、掴んできた。ダウンから上からの攻撃はガードでしのぐ。強襲突で押していく。上、さあなんとか中央へ押し返した。上から来た。ここからどう動く。何を狙っている。ラッシュから崩しに行くか。捕まえて投げ飛ばす。ドライブラッシュで前に出る。体力から見るにここが終盤。ラッシュするか。相変わらずにゲージを使っていた。これはわずかに残るかどうか。足りるのか。足りている。やり込みの滲む一撃となった。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。オーバードライバーズ、ここからチャンスになるか。これは茶道面対空。さあこれは痛いぞ。ドライブラッシュで前に出る。どちらも譲る。スーパーアーツ、ゲージ運用に抜かりなし。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。さあゲージを使ってきた。両者体勢を整える。貫き落とせ。前飛びするか。投げが決まった。さあここからプレイヤー1、この画面勝負の行方に。いやー、息の詰まる死闘でした。両者に拍手を送りたいですね。
機は熟した、いよいよ始まる。ザ・ファーストラウンド、注目していきましょう。大足が伸びてくる、飛びをガードして。さあラウンドはまだ序盤、まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。見えづらい攻めだがしっかりガードしている。さあどうする、球で様子を見るか。さあ投げ入って、ここからダウンさせる。ターゲットコンボをしっかり決めていく。さあここでドライブラッシュ、プレイヤー1画面端のいい状況を作った。飛びは通さない、目まぐるしく位置が入れ替わる。展開が早い、体力差はあるがゲージ運用次第ではまだわからない。 KO まで。プレイヤー1ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。投げ、攻めのドライブラッシュ。プレイヤー2、ここでの押し、真空波動拳。どう崩していくか。ドライブラッシュで前に出る、危険な距離での殴り合いが続く。大足からの右流水拳、弾を打つ、一息つけるか。頭上がガラキにゲージを使っていった。残るか、残るか。これは倒しきれず、フィニッシュ。プレイヤー1見事な勝利、この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった、両者まだまだやる気は十分の様子。さあ中段当てて、飛びは落として、静寂を破るのはどちらか。ここから、さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。配球はしっかり出ている、落ち着いて相手の動きは見えている。プレイヤー1、さあ追い詰めた、目まぐるしく画面端が入れ替わる。ここでドライブラッシュ、前に出た。さあここでドライブラッシュ、ここはドライブラッシュでターンを渡さない。投げは抜けられず、投げは警戒してドライブラッシュで前に出る。プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまで我慢の時間帯、粘れるか。さあここから、プレイヤー1投げでフィニッシュ、見事に択を通した。プレイヤー2、この一本は大きい、次で決めれるか。飛びで攻めるか、ここは飛び道具で牽制。プレイヤー2、激しい殴り合いを制して次のラウンドはどう動く。ここは SA を選択、この判断がどういう結末を生むか。ここ一番の一撃が貫く、気持ちを乗せた新昇竜拳がヒットする。プレイヤー1、ゲージ有利、このチャンスを攻めのドライブラッシュ、うまく壁から中央まで押し返しに成功。さあここからは差し合いの領域となる、食うか、上から来た、前投げ、さらにプレッシャーをかける。プレイヤー1、ゲージ有利を生かすことはできるか。弾力が問われる状況になった、ドライブラッシュで前に出る、ドライブラッシュで勝負をかける。プレイヤー2 KO。 プレイヤー2見事な勝利、この調子で連勝街道を築けるか。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。
中のドライブラッシュ。さあ試合は序盤、どう崩していくか。見えづらい攻めだがしっかりガードしている。ここからプレイヤー1、相手を壁に押し付ける。じわじわと追い詰めている状況。血のりはある。ダウンを取って、目まぐるしく画面端が入れ替わる。さあここでドライブラッシュ。次はどの引き出しを開けるか。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。投げは抜けられず、攻めのドライブラッシュ。ドライブラッシュで前に出る。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。試合は終盤、 KO。 プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。飛びは通さない。さあマシンで余裕を貯めつつ、ここまでゆっくりとした立ち上がり。試合を動かすのはどちらか。攻めのドライブラッシュ。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ドライブラッシュで前に出る。 SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。上から来た。ここからどう動く。めくり流水拳を叩き込んで。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。さすがに攻めのドライブラッシュ。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分け。ドライブラッシュで前に出る。ジージーとした間合い戦。先に仕掛けるのはどちらか。集団攻撃でリップバーンアウト。まずいぞ。リバースにゲージを使っていった。ここで SA にゲージを回して、まとまったダメージを取りに行った。どうした、待て。上ジャンプ攻撃が通って、大きなダメージになるか。プレイヤー2、投げを通して決めた。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。